ともしげチャンネル。あ、ごめんな。なんか、お疲れ。ありがとうございます。調子ええんちゃうの？調子悪い。悪い。もう進めるけどな、みたいな感じ出しながら言ってくるんですよ。疲れたもん。ちょっと待って。めちゃめちゃ仲悪いやん。ぐらいの、なんか。え？言わんでいいんですよ。ぐらないやん。ちょっと。誰が、ちょっと明るいやつ呼んでくれ。これ最悪や。最終やっぱ暗いジャッジさん。終わるやろ。え、見取り図同期？同期。そうです。はい。教員の大阪。今日でも出番入ってたかような気がします。森山君が。出るか。あ、出ないですね。出ない。はい。戻ってるのかな、東京。なるほどね。昨日も行ってたんですよ。はい、もしかしたら戻ってるかもしれない。令和北南の河野の。どちらで？ツッコミ。ツッコミです。おうおう。いや、そう、ほんまリサーチしといてくれへん。その、はい、呼ばれて、もう俺行きたいわっていう人が、行きたい行きたいっていう人が、分からへんから、はいはい、ちょっと行きたいっていう人がもしいてくれてはんねやったら、もういつでも来てほしいから、いろいろ話聞きたいから。コールちょっと電話出なかったんで、LINE だけ入れておきます。はい、初対面の後輩とか全然あるんで、飲みに行ったら。いや、飲みに行くな。ないなぁ、それもなんかもうちょっと何ちの分からへんけど、もしなんか用事あるけど無理やりとか、とかなったらあれやなぁと思うから、なんか誘いにくいんやな。そんなことないっすよっていうのかも分からへんけど、俺らはそのなんか今のこのご時世みたいなのをなんかこう聞かされてビビってんねん。聞きたくないですね。ビビることがあるザップランナインのバクノスケというやつか、一気下でいるんですけど、カバとバクノスケってコンビでやってて、解散して一人になって、その後にプランナインさんに、あ、そう、同じタイミングでチョップリンさんも入ったって感じです。はい、あ、もしもし、お疲れっす。はい、今大丈夫？はい、大丈夫です。タコシゲで、はい、ジュニアさんの YouTube に吉田たちで出させていただいてて、はい、もしよかったらどうかなっていう電話です。今ですか？今、うん、めっちゃ今。今出演中ってことですか？今出演させていただいてる、うん。すげえ。で、全然よかったら来てちょうだいっていう感じで言っていただいてるから、もしよかったら。ブリッジだけなんですけど。嬉しい、嬉しいだけみたいな。嬉しいだけ。ほな、タコシゲで、はい、お待ちしてます。ごめん、よろしく。はい、よろしくお願いします。僕らの一期下で、年は8個上です。え、今いくつだ？これ35。まだまだめっちゃ若いな。いや、全然そう。35なんて。いや、35めちゃくちゃ若いやん。いやですよ、35。今のこのご時世で35。やっと。マスターすいません。はい、うわ、なんかめっちゃ双子みたいなことある。ハイボールいただいても2つください。すいません、ただはずいっす。不意の双子は嫌なんですよ。言えやこれ食べたら売れるっていうのを食べ続けてるけど全然売れてない。そういうジングスなんの、これ。タロラ焼き、確かに。そんなあったよ。そんなちょっと。いや、もういいでしょ。一口食べたら嫌やな。誘発戦でてください。スタゴを。いいですよ、もうこれ以上。マスターはいつ休んでんの？あ、忙しい。マスターいつ休んでんの？365日休んでない。いらんな。誰にフラしてんの？元旦はさすがにやってない。元旦もやってます。元旦来ました。元旦来ました。あのね、元旦にタコチゲ来たやつ、売れへん。あかんな。おい、俺のせいやったよ。ありがとう。もう、同じパーカーの。あの、サンゴ屋さんです。
あ、サンゴ屋さん。うわ、あ、サンゴ屋さんなんや。すごい。コーラルモンスター。はい、はい、はい。で、このどうなんですか、プロから見て、このサンゴの水槽は。えげつないです。えげつない。ほんまにえげつない。すごい、あの、入ってもないですね。いいんすか、世界中探しても、世界中探しても、そんなレベル、すごいレベルの問題ばっかり入ってます。いやいや、そんなことないよ。まあでもこれすごいね。ややばいです、やばい、見る人が見たら本当にやばい答えばっかり入ってるってなります。だって下もすごいね、あんなことなって、複雑なことなってですね、あんなことなってんね。最強スキマーですね。あ、バグの席行きました。あ、バグちゃん、おう、おう、おう、お疲れ様です。パクロスケです。ご飯食べた？いや、まだです。あ、じゃあライブ終わって。はい。嬉しい。元気？あ、お久しぶりです。すみません。すみません。知らん間にプラナイア入っとったな。そうです。すみません。もともとコンビやったんや。はい、カバとパクロスケっていうコンビで、オールタッツとかでジュニア探し会の時に出させていただきました。はい。チョップリンもやろ。そうです、同じタイミングで入って。うーん、はい、もぜいただきます。あ、お疲れ。お疲れ、お疲れ様です。すいません、いただきます。いただきます。芸歴でいうと、キューンはゴエさん、ゴエで、ギブソンさん、で、チョップリンさんで、だいぶ離れて僕、はい、チョップリンさんとも何年ぐらいは、8年以上離れて、初めてメンバー発表するみたいな、でどこで発表するかわからないですっていう単独みたいなやりはって、でもこの単独の中では発表しますみたいな、その話の流れで、ちょっともうちょっとメンバー欲しいなみたいな、コント麻雀のやってて、もうちょっと麻雀メンバー欲しいなみたいなんで、僕がしれっと現れて、もうお客さん、え、どういうこと、え、入るんか、え、入るザザーンみたいなんで、ゾッとしました。出るん、ブランナインも不思議なあれやな、はい、面白いなチーム。入って2年半ぐらい経つんですけど、入った初日と全く距離が縮まってないですね。コロナ禍に入ってもうたから5人までみたいな飯やったじゃないですか。うち6人やから1回も集まって飯食ってないんですよ。誰が呼ぶわよ。俺めっちゃ見たいわ。誰が一番家の距離的にはキューマさんですけど、キューマ巻きたもんな。ああ、そうですね。若手はやっぱナンバー界隈してますけど、大人はやっぱ散らばっていくから。誰か来てほしい。ダメの方が。いや、最悪やな。来てほしかったな。来てくれ。見てみたい。一回月刊コント、皆さん出てはる。出てくれはった時 もうバリバリ緊張しましたけどね。もうジュニアさんと一緒にコントやってる。プランナイン入った、はい、プランナイン入ったからできることや。でもほんまなんか自分なんかはぁとか思う、とんでもないと思うなと思うけど、はって聞いてたら、あ、もう50かと思ったら、それはそうか、俺吉本入った時の分子師匠、だから三子師匠より、はい、今の俺の方が年上なんだ。信じられんよ。確かに。で、俺が吉本入った時の二学師匠、どっちが上やとかさ。確かに前なんか楽屋でギブソンさんに安師匠の写真見せられて、これ何歳の時か分かるって。40後半使って38とか、むちゃくちゃな貫禄あって。安師匠とかお会いしたこととか。俺入った時が NGK ができた年。あ、うわー、うん、僕ら生まれた年。あの時にはもう安師匠吉本いない。なんかで聞いたんですけど、千原兄弟さんでNGK の本出番ってまだないんですよ。出番ない。めちゃくちゃじゃない、断ってたとかじゃない。いやいや、俺らは兄ちゃんの劇場っていうところでやってて、そこの支配人と NGK の支配人もめちゃくちゃ仲悪くて、NGK のそんなんね。いや、もうほんまそうだね。一回 NGK 出てみたいなっつって手店行って。そういうシステム、手店っていうか、なんか、手店だな。それで、
落ちて、はい、いやもう終わってたの。二条優勝の試合にももう切れて、なぁそれ言って、ほんでその2、3ヶ月後にもう俺ら厚生年金会館とかで、ね、単独ライブでかやってたけど、はい、NGK でやれっつって、だから吉本の中の社員同士もいろいろあったから、その NGK のオーディションに落とされるってどういうことやね、ほんならもうええわそれパンパンにしろっつって、もうビッチビチに入れて、通路も全部揺れて、時代やなすげえな感じやで、なんか俺は店で腰のチェア外せとか3年後ぐらい、ほんならその、なんか、つて落としてた、その子に、はい、腰の腐れ外せ、とかって言ってた作家さんが、もうお前が、古い お作家さん、ね、俺らがやってる番組の作家としては機能してないんだけど、はい、一応いるけど、何の意見 も出せないっていう、3年前にジャッジした人が、そうなってるっていう状況で、なんか分からんけど政治がカラーバットって檜山の16号っつって、そいつの頭の後頭部をフルスイングする、シャレだろシャレだろ、そんな人なりたいっすか僕、そんな人シャレならんな俺はまだ何だか分かんないけど、もう周りはでその時にこいつ3年前4年前に落として、なんで落としたんかっつって、そんな理由も言えず腰にチェーンつけてるから、なやそれって思ったやつが今こうやってやってる、弟がやってる番組にお前一切入ってきて意見も何も言えへんけ、うわーってやってる、なんでかっ飛ばすねん16号なんでかっ飛ばすねん、やばいな政治さん、じゃなくて誠司さんがっていうのはかっこいいっすね。そやな。漫才ってしやったことあるんですか？あるある。マイク立てて、うん、ないでしょ、お二人は。あるある。ないでしょっておかしいですけどもうなんか全部ネタ出して、これ新ネタじゃなくて無理やあれだね、もう漫才で行こうかみたいな、ほぼ、うん、アドリブみたいな感じの、俺これ言うとこれ言うと全くイメージないですよ。ないし、全くない。いやでもなんか漫才やっときゃよかったなって今となったもんな。あ、そうなんすか。はい、でも今度はもうめんどくさい。あー、リハしてね道具揃えて、衣装着て、もうそのシンプルにその兄弟漫才師が何やってるか見てみても、コントって千原さんだけですよ、ほんまに。長垣さん、安友さん、ほんまや、僕らほんまや、でしょ、うん、確かに一番変な人でしょ一番変な兄弟です。まあな、暗いねん、お前ら回らへんねん今、回らへん言われてますよ。回らへん言われてますよ。松本君もずっと俺に圧かけてきてるわこんなもんじゃ今深い話、お前深い話どうすんねん今深い話です神経臭いな、お前らいや、だいぶ溶けてきましたよ興味ある質問ばっかり。ほんまや、ただの板ファンが入ってきた。板ファンやね、ほんまに酒飲んでない日とかあったんすか？だからイメージはもう毎晩飲んで、俺21の時に肝臓であれで、うん、でしばらく来なくて、でたまにご飯であげたりに来たら、おい、
お前あいつがこんなこと言ってるんだな。体に悪いことを。体に悪いことを言うから。名前は出せへんけどな、当時はね。いや、言うてたやろ。その段階で普通にいらんこと言ってる感じ。名前は出さへんけどな。二丁あるやん。帰りしなに、はい、俺に、はい、ありがとうってこうやって書いてる。やばい、二人がやり合ってた。赤いポルシェ持ってきて、あいおいバスジっていうめっちゃ狭い商店街を、はい、めっちゃノロ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 ポルシェ持ってきて、こうやった後にノロノロ書いてた。リラックスできるわ。当時カンテレって、はい、青空駐車場やった。カンテレの表に駐車場やった。俺はあの鍵ついてないんです。いや、ドアのエンジンキーがついてるけど、俺収録終わって勝ちしたら、そのファンの人は知ってるから、もう開けて助手席にファンレターとかブーッ。なー、こーわっ。も俺も別に普通やったから。家も分かられてるぐらいですね、うん、まあ、わけ分からんもんとかめっちゃあったんじゃないですか。僕でもそのなファイルもらってモータモングランプルしようかな。嬉しいけどどうしたらいいか分からんみたいなんで、うん、なんかこれからファイルみたいなもらって、で開けたら月の土地やったんですよ。サッカーコートぐらいある土地をお客さんからいただいたのが僕もマックスでした。はいはい、はい、僕一番嫌やったフリップとマジックス。なんで？いや、大喜利、大喜利もっと頑張れってことって思って。ああ、そういうこと。ただそれだけ、ただそれだけ。いや、もうなんでって言ってやったから。大喜利すぎますよ。そう、僕は聞き逃さなかった。うん、嬉しいんや。嬉しかった、ね、皆さん。なんで俺今日東京で漫画のサイン会やってるけど、はい、フリップとマジックもらったよ。もらったんかい。ありがとう。もらったんかい。すごいっすね。なんてファン。いや、多分ジュニアさんぐらいまで行ってたらいいんすよ。僕まで行ってたら皮肉かなって思って、僕ぐらいやったら。俺は、はい、婚姻届の半分書かれてる。うわー、すごいなー。それ2回ある。2回。当時はもうてな、うん、もちろん向こうも出さへんやろって分かってるんや。にしてもっすよね。しても、はい、なんかもうノリで行ってはいったんやな。うわ、へぇ、大丈夫です。これで終了です。あ、終了した、終了した。ありがとうございます。終了した。ありがとうございます。マスター、ほら一人やから、ほらほら、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。面白いこと言うてる。面白いこと言うてる。おい、言うやん。最悪や。